こんにちは。今日は友達のおしゃれさんとゲストの清平さんと社会の経営的生活について話したいと思います。ご視聴よろしくお願いします。まず最初に挨拶についてです。インドネシアでは挨拶をする方法がいくつかあります。よく使われるのは「はい」という言葉です、そしてイスラム、ムスリム、教徒、イスラム教徒の場合は、アサラモアイクと言われます。知ってます。しかし、年上の人に挨拶することは、敬意の表れとして、年上の人のペニルスをすることになります。例えば、日本ではもし友達同士だったらインドネシアと一緒で「はい」とか「ヤッホー」とか「おい」とか、もし年上の人だったらお父さんだったりお母さんだったりおじいちゃんおばあちゃん目上の人だったりとかだったら「こんにちは」「おはようございます」「こんばんは」と一緒に挨拶と一緒に「こんにちは」お辞儀をするのが。基本です。ああ、そっか、面白いです。家族とは、お辞儀。家族はお辞儀しない。家族はお辞儀せずに、友達のような感じで、おはよう、こんにちは。ああ、そうですか。次は、学生生活についてです。はい。京平さんは学生生活をしているか。プラムカですか。はい、そうです。プラムカの意味は、全国の子供や青少年がたくましさ、勇気を持ち、人格が良く、地域づくりに活躍できるよう、学校外で教育を行うことを専門とするスカウト組織の名称です。おお、難しいですね。名称難しい。素晴らしい。ケメイさん、日本で、学生生活はどうですか。そうですね、日本では、小学校から部活動というものがあります。部活動はエクスクール、部活動は、学校が終わった後、放課後にその活動があって、バスケットボールであったりとか水泳、ブルナン水泳、野球、ベースボール、サッカー、たくさんの種類の部活動があります。基本は2時間ぐらい、2時間練習。もし中学校だったら4時ぐらいに始まって、夕方の4時に始まって終わるのが6時に終わります。同じ部活動。日本の部活動はより厳しくて、先生もわーって言ったりとかでもとてもいい経験で、精神メンタルが強くなったりとか体が強くなったりとか得られる経験が多いです。一番人気の部活動は野球です。ベースボール、野球。なぜなら野球は日本人が大好きなスポーツで、日本人もうほぼ全員の日本人が知ってるスポーツで、もう昔から大人気の部活です。野球以外にだったらバスケットボールであったりとかサッカー、もし女子の場合だったらバレーボールが人気です。清平さんは高校生の時、部活参加した。高校生の時は、高校1年生の時はバスケットボールをしました。で、高校2年生から茶道をやりました。茶道を
山岳は、山岳 ESS イングリッシュの3つ入ってました。嬉しいですね次は挙式です。はい、挙式は今と3つ差出ます。専攻の学生のグループとして会社保護される場合は、今に所属している学生グループは同じ目標をもし同じ専攻学習プログラムに参加します。はい、そして日本はどうですか、挙式は。日本の場合、日本の大学でインドネシアのような貧富の貧しさのようなものはないです。日本にはないです。だから僕がインドネシアに来た時にとても驚きました。いや、学生同士、学部、同じ学部、同じジュルさん同士の生徒たちが、まあ、一つのチームを組んでイベントをやるっていうのが日本にはないので、いや、とてもいいなと思いました。これはインドネシアの特徴だと思います。ひまわちゃんは知っている？ひまわちゃん、ひまわちゃん、ひまわちゃんは日本語の教育書式です。あー、知っている？ひまわちゃん、ひまわちゃん、いや、初めて知りました。私たちはひまわちゃんにあ、そうなの、はいはい、そうなんですね、ひまばじゃん。あー、ね、制服赤色の赤い、あー、ひまばじゃです。あ、名前ひまばじゃん。あー、ひまば、ひんぷなんまはしの、ひんぷなんまはしそばはさじっぱ。あ、わかった、ひまばじゃん。はい、そうなんですね、初めて知りました。初めて知りました、ひまばじゃん。はいはい、ひまばじゃの活動、何か参加しました。運動会、運動会に参加しました。あとバドミントン参加して、この前はジャパン好き賞に参加して、朗読の審査員ジュリーにやってました。いつでもいいですね、島場所。いや、いい。日本人が好きなインドネシア人が、日本が好きなインドネシア人が集まるので、とてもわーっと盛り上がってもうイベント、2日目のジャパン好きショーはもうイベントがコスプレショーであったり、歌ライブミュージックであったりとか、とてもう盛り上がりました。とても楽しかったです。祭りのイベントはジャパン好きショーだけ、あ、その祭りのイベントはジャパンズというのは、清平さんは、はい、祭りのイベントに参加した、ジャパンズ記者だけ、あ、ジャパンズ記者初めてです、はい、地方区とかでもありますよね、コスプレイベント。でも行ったことないですね。いや、コスプレを見たのは初めてです。インドネシアで見たのがジャパン好きショーが初めてコスプレ。バンガロワールはたくさんイベントがあります。あ、ウィーケンド週末にいろいろなイベントがあります。そうなんですね。どこからその情報を得られますか？どこから？インスタグラム。ああ、インスタグラムで。はい。インスタグラムで、イベントのアカウントがあります。このに。アカウント見たら分かるんですね。はい、あ、じゃあ学んでいきます。ここもコスプレコスプレ、いや、恥ずかしいです。恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。キュウヘイさんはアニメが好きです
アニメは、有名なアニメが好きです。アタックオンタイタン、進撃の巨人であったり、ナルトであったりとか、まあ、ポケモン、昔ちっちゃい時はポケモンも見てましたね。今アニメの見に今は、少しだけです。鬼滅の刃見たことないです。今アイドル、アイドルってアニメ、あれ1、ワンエピソードだけ知ってるんですか。あ、推しの子っていうアイドルが、あれがなんか友達に紹介されて呼び出されて1話だけ見ました。アニメはたまにしか見ないですね。アニメを見るのために時間があるんですか。時間はあるけど、YouTube 見たりとか映画を見る方が好きです。インドネシアの映画を見る方が好きです。そうですね。皆さんはアニメを見たりしますか。見ません。見ません。私はいろいろなアニメが好きで、鬼滅の刃、進撃の巨人いいですね。あれはいいですよ。いいアニメですよ。そしてブルーロッカー、サッカー、あー、弟が大好きです。弟が見るのです。ブルーロッカー、あ、見たことないです。稲妻イレブンは知ってますか。稲妻イレブン知らないですか。あれは自分が小学生の時のアニメで、ボールを蹴ったら炎がバーン、雷が知らないですか。稲妻イレブン、ハイキューは見たことないですけど知ってますよ。有名なハイキューはとても面白い。ああ、いいですね。次はロード文化についてです。はい、企業内の役職構造を指す階層文化。はいです。したがって会社の経営や昇格のことは、上司の管理で起用される規則や構造を指します。さらに問題を達成するために労働環境の概念は形式的に規定されています。行為の役員が完全に支配権を握っている企業は、通常経験と資格のある能力があるという評価に基づいています。この分野が適切かつ適切に実行できれば、生産性と会社のビジョンを達成できます。はい、はい、飲んではどうですか。愛想を考えて、そうですね、日本では昔の日本から話したいと思います。昔の日本はもうとても労働環境が悪くて、まあ、とてもカーストが強くて、日本ではボスが一番上で、あとはもう奴隷のような感じでした。で、日本はスキルとかは重視されなくて、昔は年齢、うそや、が重要でした。だから能力がない人もボスになったりすることもありました。だからその会社はすぐにもバンクしたりとか、それが昔の日本で、今はだんだん変わってきて能力が重視されるようになってきました。年齢は一番重要。年齢は今でも重要ですね。若い人は活躍する場があまり与えられない、機会、チャンスがあまり、若い人は、年寄りがお金持ちで、若い人はあまり、みたいなのが今の日本ですね。多分だんだん今変わって、時代変わってともに労働文化も変わってきてます。良い方向になってきてます。Wall adalah putihnya sebelum dipinang. Tradisi palang pintu memiliki arti sebagai simbol ujian yang harus dilalui mempelai laki-laki untuk membuka pintu restu dari keluarga perempuan.
Palang pintu bertujuan untuk menguji kesungguhan pengantin laki-laki yang akan membangun rumah tangga dengan mempelai perempuan. Prosesi palang pintu. Sebelum iring-iringan pihak laki-laki masuk, mereka akan bertemu dengan perwakilan dari pihak perempuan. Dari kedua belah pihak ada tukang pantun dan jagoan silat yang mewakili di depan calon pengantin. Adu ilmu silat pun terjadi dan akan dimenangkan oleh pihak pengantin laki-laki. Mengalahkan lawan dari pihak perempuan inilah yang dianggap sebagai simbol menjatuhkan penghalang yang membuat namanya menjadi palang pintu. Setelah itu pihak pengantin perempuan biasanya meminta pihak laki-laki untuk menunjukkan kebolehannya dalam membaca Al-Quran. Oke, segila konde ibu kanitsuite desu. Hai. Betawi, dua sukat wa betawi no kekkon shiki de wa shinmo ga taisei no hitobito to tomo ni hana yomei no ie ni yatte kimasu. Shinmo no shokin ga hana yomei no ie ni yuriyo to shimashu. Yuniku na wa kani hairu toki shinmo no torimaki ya ie ni iru hana yomei no kazoku to iru no fumi kai shukaku desu. そして日本はこの本で生活がありますか？日本ではないですね、うん、なんでこのような結婚前にむちゃくちゃとか、はい、踊ったりとかはないですね、うん、そのまま日本では教会ブレジャリで結婚式するのが普通です、うん、だからそうです、家の前でこんな踊ったりとかはないですね。でもまあ写真撮影みたいな感じでみんなで浴衣着て、まあ、家の前でいっぱい写真撮るのはあるけど、そうですね、ないですね。これはとてもインドネシアのユニークな。じゃあもしサリさんがもし男性がこのような踊りをしたらどう思いますか？どうですか？面白い。それと思います。ジャカルタが会いたくなりますか？ありますよ、ジャカルタ。ブタウィというのはジャカルタ、あ、民族、民族にジャカルタです。うん、万博は結構生活数はありますか？万博は住んだ、ない。私は見たことない。ユニーク、とてもユニークですね。ブタビ。結婚するときは
ホロブドル寺院はインドネシアの歴史的カーフォーメーションの部活で、はい、マグラにあります。マグラをしている。はい、してます。マグラ、はい、この石組は宇宙を模したものであり、釈迦を称える聖地であるとともに、仏教の教えに基づき人類を煩悩から悟りや知恵へと導く巡礼の場として建立された。いやいや、バグちゃん、いや、ガサラン、ガサラン。巡礼者は東側からどれや、巡礼者は東側から入り、この神聖な建物の周りを時計回りに歩き回りながら寺院のふもとで儀式を開始し、仏教宇宙論の3つのレベルの領域を通って次の段階に登り続けます。はい、はい、わー、説明ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どう思いますか。チャンディ・ボロブドゥールについてですか。はいはいはい、そうですね、チャンディ・ボロブドゥールのコンセプトが、まあ、ブッダ、仏教に通ずるものがあって、まあ、とても神秘的で素晴らしいと思いました。またその景色、チャンディボロブドゥールの景色もとても素晴らしくて、もう圧巻、見たらわボロブドゥール、そうですか、見たらわボロブドゥール、押しつぶされそうに、とても素晴らしい景色だと思います。実際僕もチャンディボロブドゥールに4年前に行ったことがあって、その時は一番上まで登れたんですけど、一番上から見る景色も素晴らしかったです。最高でした。日本でお寺があります、うん、はい、あります。お寺とチャンディ、うん、同じですか。そうですね、違いますね。日本のお寺の場合は基本は木で作られています。この場合は石で作られているんですけど、多くは日本は木で作られています。また日本のお寺はもっと小さいですね。チャンディボロブドゥールは大きいけど小さいで、なんだろう、スピと言いますか、もっと静か、こじんまりとした感じ。そうです。はい、日本では一番人気のお寺は何ですか。有名なの、世界でも有名なのは清水寺というのは京都にある寺で、外国人もたくさん来るとても綺麗なところですね、清水寺。その他になったら金閣寺は金色、ウマスからのお寺で、それもとても綺麗で、一番大きいですか。一番大きいお寺はどこだろう、多分奈良県にある、名前忘れましたけど、長い名前の、なんか行ったことあります。とても大きな大仏っていうのはこのような形の大仏で、外ってとても素晴らしいです。清水寺の写真は、このような感じの清水寺、綺麗な、もし秋だったらこんな感じの、とても綺麗なところに、素晴らしいです、清水寺。行きたい。おすすめのインドネシアの観光名所はどこですか。おすすめインドネシア。私はチャンディ。
すすめ candi? Candi 以外でも大丈夫です。観光名所。観光名所。パンダランステル。パンダラン。ああ、パンダラン。私の。あ、そうなの。私の。生まれた。出身。出身。あ、私の出身です。パンダレンガン。行ったことがある。あれはこの前行きました、パンダレンガンに。パンダラン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 。海岸。海岸は行ってないですね。山のくぶんくぶんて。パンダランじゃない。いや、パンダラン。パンダレンガン。え？パンガレンガンは？パンガレンガンはバンドの違いなのに、あのパンガダランはスマトラ？外のバンドに。なマシよ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 。ああ、初心初心。初心初心。パンガレンガンとパンガレンガンは違います。違います。パンダ？パンランパンパンパンアン。パンガレンガン。パンダラン。ああ、行ったことないです。間違えました。間違えました。パガレンガン。パガレンガン。パガレンガン行ったことあります。パガレンガン。パガンダラも行ったことあります。パンタイ。パンタイ。スキー、あ、じゃあスキーじゃない。サーフィン。サーフィン。サーフィンできる。友達もここでサーフィンしました。パンダガラ。パガンダラ。いつか、いや、いつか行きたいですね。いつか。たぶん、サルさんはどうですか？私は…あ、めぇ…ルパン。あー、ルパン。ルパンに言うことあるか？ジャカルタの。ジャカルタの。あれは子供じゃないんですか？子供が遊ぶところ。大人も遊べます。大人も楽しいですか？楽しいです。楽しい？あ、そうですね。でも私はことがない。ええ、ことがない。高い。値段が高い。値段が高い。値段が高い。お金がない。お金がない。お金がない。キュウヘイさんはおすすめ日本で今。日本だったらいっぱいあるけど。どのようなところがいいですか？どのような観光地がいいですか？自然か、シャンディ、このような観光、お寺か、町だったら大阪。大阪は、知ってますか？大阪。大阪は美味しいし、食べ物の場所。大阪はコタです、生のコタ。生コタ。大阪ではあの食べ物がたくさんあって、そう、や安いストリートフード、安い安くて美味しい、安くて美味しくて。自由なことは安い。いや自由なこと安くて美味しい自由なこと。人も優しいし、大阪いいですね。日本へ来た。行きましょう。僕が案内します。次は伝統料理に知りたいです。はい。これはラーボンです。ラーボン。ラーボンが知っていますか？いや、初めて知りました。ラーボンは、パノロゴ発祥のインドネシア料理で。パノロゴ。黒いスープとポルエフを使った特製スパイスを混ぜ合わせた肉スープです。ラーメン、インドネシアはいろいろな伝統料理ですから、例えば、ラーメンとか、そして、グドッ。ああ、じゃあ、ジョージ・カルタのグドッ。banyak pokoknya. Banyak. Kita sama. Dan tadi ada kayu di Nihon では伝統料理が何ですか？あ、日本では有名なのは寿司。日本で言う伝統料理は寿司。寿司もそうだし、イカナゴ。
ていうイカなどは虫、虫を使った虫スランガスランガ。スランガ。いや、イカナゴ。やばかに。ああ、意味深いイカナゴ。いつ、いかん、いかん、イカナゴ。寒い。いや、これも伝統料理ですね。白ご飯と一緒に食べたら美味しいです。美味しい。スパイシー。スパイシー、マニス。マニサシン。マニサシン。とても美味しいですね。あとその他にも、肉寿司。肉寿司があります。肉寿司は生肉、ダギムンタを使った、これは魚じゃないんですけど、ダギンサピ、ダギンバビ、ダギンアヤム、鶏肉、豚肉、牛肉を使った寿司もあって、それも美味しいですね。日本人は生わかります。ムンタ生のご飯が好きです。生卵も美味しいです。インドネシアの伝統料理の何か食べたことがあるんですか？そうですね、グドックもそうだし、なんだろう、バンドに食べた、バンドン、スブラックは伝統料理あれ違いますか？伝統でも、スプラップは好きですか？あちょっと…ちょっと辛い、ちょっと辛すぎる。辛いレベルがもうすごく辛くて、もう食べたら辛いですね。あと、なんだろう、梨ルア、梨リオ、梨リオも食べたことあります。梨リオとはあのバナナの、バナナ、たくさんの人、あ、そう、たくさんの人で一緒に、ハビブの家族で一緒に食べました。梨リオとはもう伝統料理です。伝統料理ですか？違いますか？インドネシアだと伝統料理はい、はい、ナシゴレンはデントロールじゃないインドミーはミーインスタントミーインスタント伝統料理キョヘンさんはワルタで食べたことがある。あ、あります。ワルタで、インドネシアで、バンドンで、うん、あります。メインは何ですか？イカ、チュミ。いや、チュミ大好きです。食べ物は安い。安いですね。いろいろなメニューがあります。そう。でもしいっぱいたくさん取ったら高い。ティガブル。高い、美味しいよ。バンドンの伝統料理は何ですか？あまりないですか？あまりしていく。スブラ、あ、俺スブラじゃない。ストリートフォードで、カラクターが、あります。後で食べたいと思います。ちょっと高い。だいたいストリートフォードは安いですね。でもカラクターは高い。トラクターは何でできてますか？何から？牛肉、サピ、卵、卵、
ご飯、白ご飯。スルンデン、スルンデン、スルンデン、マサジパン分かりません。スルンデン、スルンデン、スルンデン、料理方法がある。皆さん、何をストリートフード、何に好きですか？ストリートフードだったら、なんだろうな、あ、トロルブルーン、トロルブルーン、トロルブルーン、グ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 ルーン、あ、あー、よし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 、食べた、食べられない、食べた、あるあるある、食べた、食べた、なんだろう、スウェットフード、マソピス、マソピス、あ、マソ、マソ、マソ、レモン、あ、さ、あ、あ、あ、食べ、食べたい、ペンギン、ペンギン、食べたい、誰にも、誰にも、食べたい、食べたい、食べたい、美味し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 い、ね、あ、違うの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 、伝統料理、伝統料理、伝統料理、へぇ、そうですね。次は、バッティックについてです。はい、バッティックは、布に文字を書いたり、ワックスを塗ったりして、独自の特徴を持つ特定の方法で加工して特別に作られた、イラスト入りのインドネシアの布です。はい、バティックはインドネシアの重要な文化的象徴として社会から考えられています。はい、インドネシアの人々は様々なイベントで使用できるカジュアルおよびフォーマルな服装としてバティックを着用します。はい、おお、素晴らしい。はい、京平さんはバティックはどう思いますか？バティックはそうですね、本当にとてもユニークなインドネシアの服でとても素晴らしいと思います、モチーフも柄も綺麗で色も綺麗で、とても素晴らしいですね。僕もバティックを持っていて、色は水色と赤色と、とてもカラフルなバティックで、日本で来たら恥ずかしいけど、まあ、インドネシアだったら全然、そう、みんな来てるからバティック大丈夫、とても素晴らしいものだと思います、バティックは。でも日本でインドネシア人はたくさん来て、日本で来てる人は少ないと、ね、いや、見たことないですね、僕は。そうですね、はい、バティックはどこ、インドネシアの服ですか？どこ？ダリジャワ、ダリジャワ、あー、クリエスは私のダリジャワ、ダリジャワ、一つどれ何円ぐらいしますか、もし自分で作ったやつ。何円ぐらい？バティックは人気な作り方法が、方法は浮き素、書いて、自分で、自分で浮き素、書く、自分で書いて、書いて、はい、いろんなモチーフ、モチーフ、モチーフを、ルファさんとサルさん持っていますか、バティック？持っています。でも今あまり使わない、使わない、はい、どのような時に使うんですか、バティックは？いつ使いますか？フォーマルイベント、フォーマルイベント、あ、例えばビスダ、ビスダ、ビスダ、結婚、結婚式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 、バティックとクバヤの違いは何ですか？違うのクバヤ、クバヤはだいたい結婚式で使います。
でもあのバッティックは、いろんなイベント、いろんなイベント、フォーマーの時、フォーマーの時、バッティック、バッティックはあれ違う。あ、そうなんですね。はい。あ、kebaya kesannya lebih tradisional. Lebih tradisional, oh iya. Iya, gue nggak tahu. Kebaya 持ってますか？持ってないですか？持ってます。あ、持ってる、持ってる。Sudah toki suka. Suka kebaya. Kebaya は女性だけですか？男性も持ってます。ランクアルはそうですね、とてもユニークというか日本にはないですね、これは。あと難しそうです、はい、難しいし、もし失敗した時、痛い、あーじゃあ、痛いです、やってみたいと思います、やりたいです、とても楽しそうで日本では伝統的なゲームは何ですか？そうですね、日本では伝統的なやつはあやとり。あやとりというのはのび太くん知ってますか？ドラえもんの、ドラえもんののび太くん、メガネかけてるから、はいはい、のび太くんがよくやってるこの あやとり、紐を使って。知らない。え、あやとり。あやとり、使って、そう、指でこう形を作る、星を作ったり、動物を作ったりするのも日本的、そう、伝統的なゲームで、他には、なんだろうね、カルタ、カルタもそうだし、百人一首というのはカルタのようなものなんですけど、もっと昔のカルタ、2000年前ぐらいの、もう昔のカルタです。それも面白いですね。あとは羽根つきというものがあります。羽根つきはバドミントンみたいなやつなんですけど、ラケットがもうちっちゃくて、これぐらいのラケットに、これでこうやってバンバンバンってやつ、羽根つきというのもあります。基本的に伝統的なゲームは日本ではお正月に行われます。お正月は分かりますか？1月の お正月によく遊ばれますね。さっき、いや、あやとりあの子供の時、私もあやってました。あー、インドネシアでもあるんですね。どこでもありますね。じゃあできません。できません。難しいです。難しい。これはジャワ島にはないですか？ランクあるは、ジャワ島にはない。
ジャワ島、プラウジャワにありますか？ありません。ありません。じゃあ、バンドンの伝統的なゲームは何ですか？バンドン、エグラン。エグラン。スチング。いや、はい。ああ、エグラン。出たところがあります、日本でもあります。あります。エグロン。名前は？竹。竹のり、竹馬。ジャカルタにはありますかって。ないです。どうですか？かくれんぼ。わー、うちんすんだるです。はい、ありがとうございました。以上で終わりたいと思います。どうでしたか、本日は？楽しかった。楽しかったです。いろんな文化が、初めて そうですね、初めて聞くことがいっぱいで、でも私、僕も初めて知るインドネシアの文化とか生活が知れてよかったです。とてもいい時間でした。ありがとうございます、楽しかったです。皆さん、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。あやとりini adalah ayatori permainan si Jepang. Bisa ga? Bikin apa? Bintang, bukan. Ikan. Ikan です。